こんにちは。今回はシグマ公式の証明をしていきたいと思います。まずその前に差分という大事な考え方をお伝えします。大体ね、解差っていう言葉と同じ意味として使われるんですけども、こういうふうに何か番号1個ずれた形のものが用意できているとします。この時シグマの意味って下から上まで入れて足していくということだったから、実際に1から N まで入れてみたいと思います。では今入れたこの式 1,2,3,4 バーッと入れた式全部足したら何が起こるかなと考えてみると、まず F2-F2 が同じ値だから消えることがわかるね。同じく F3-F3 これも消えることがわかるね。3個だけ足しただけでもわかる通り、右上と左下が残ってきそうだ。だからこの後ザーって続けた時もザーッとこのオレンジ色のが全部消えてきて、最終的には左下と右上のこれが残ることになるね。だからこいつを計算した時に結果はこんな感じで書けるわけです。これがシグマの極意です。足し算は足さずに和が求まる。カンニングするとかそういうことじゃないんですよ。足し算の極意は番号を一個ずれの形に変形して足し算をしないで和を出すということなんです。実はですね、皆さんが目にすることになる数列の和の問題は全部この形に変形できて解けると思っていいです。それを証拠にシグマ公式たちはこの考えを使って示すんですよ。じゃあそのシグマ公式を実際に示してみようじゃないですか。ではまずこちら、等差数列の和になってくるので等差数列の和の公式を使って示しても構わないんですけども、ちょっと違った証明してみます。まずですね、ここに登場している整数の一つ上の整数を強引にかけることにします。一つ増やしたこの整数の積を番号を1個下げたものを後ろに引きます。するとこの2つって K でくくることができる形になるよね。もしこの2つを K でくくってあげたとしたら、括弧の中って K たす1引く K 引く1になってくるでしょ。するとこの2つの引き算って2が出てくるはずだから、2をあらかじめくくっといてあげればここに戻ることができるということになるよね。なので先頭に2分の1をつけます。こうしたらまさに上に書いてある通り FK たす1引く FK とかけてるわけだから、じゃあ結果は FN たす1引く F1 だもんね。こちらに N を入れてこちらに1を入れてあげればいいでしょう。こんな感じでシグマの K を求めることができました。大事なことなんでもう一回言います。隣の整数増やしてずらして引く、この発想がシグマ公式の証明につながっていくんです。次で確認してみましょう。はい、次はこちらです。先ほどはねちょっと違ったから言えなかったんだけど、このような連続整数の掛け算の形のシグマの時に今のこの発想を使います。こんな感じでね、連続する整数の掛け算の隣の整数 K たす2を書いて、今のこの塊全部の番号を1つ下げたものをこちらにセットします。そうするとこれはこの KK たす1ってものでくくれるよね。もしこの2つをこれでくくった場合って、括弧の中は K たす2マイナス K 引く1となってきて、数字の3が出てくることになるね。あらかじめこの出てくるであろう数字の3を打ち消しといてあげれば元の形に戻ることができる。なので3分の1を前につけとこう。これでまさに先ほど喋った番号1個ずれの形が現れたことになるよね。じゃあこの結果をそのまま使わせてもらえば、こういう結果になるということが分かりました。そしたらね、シグマの K はもうこちらで証明済みでしょ。ここってちょっと展開してあげればシグマの K 出てくるもんね。じゃあ展開してこれを代入したらシグマの K 以上が作れるということだな。
展開して当てはめるとこんな形になりました。あとは分母の最小公倍数6ですな、6分の1と共通因数 nn たす1でくくってみればいいです。ということでくくってあげるとこんな具合になりました。じゃあ次シグマの計3乗を証明したいと思いますが、それはここのところを k たす2にしてくれればできます。はい、連続整数の積を1つ増やしてずらして引いてくくってあげたら4が出てくるから4打ち消して、でこれ使ってあげればバーッと消えてこんな感じになりました。でシグマ公式の計3乗を作りたいんだったらここをバラバラに崩してあげて、であとはこいつらは、ね、足し算を分けることができたりしますんでね、それを分けて右側に移してあげると、まあ、こういう結果になりました。そしたら俺たちはもうね、シグマの K も K2 乗も証明済みだから、こいつら代入することができるよね。ということで、今のをね、シグマ公式代入して、で、今回は分母の最小公倍数4なんで、4分のと NN たす1でくくってあげると、こんな感じの、シグマ公式が導けました。同じ要領でですね、K、K たす1、K たす2、K たす3を使うと、シグマの K4 乗作れます。もう1個増やしてあげると、シグマの K の5乗が作れます。これなかなか面白いと思いますんでね、興味がある人はぜひやってみてほしいなと思います。じゃあ、最後にこんなもののシグマをやってみましょう。では、こんなシグマの計算をしてみたいと思います。今回は、今紹介した差分でこいつを解いてみたいと思います。もしかしたらね、二項完全化式を先に勉強した方がこれからの話分かりやすいかもしれないので、ちょっとね、全化式の動画また、概要欄に貼っておきますので、そちら見てから戻ってきてくれてもいいですけども、ちょっとまあ頑張れそうな人はね、ぜひ頑張ってみてほしいんですけど、いいかい、今回は一次式×3の何とか乗という形が基本の形です。これを差の形に分けたからってさ、突然三角関数が出てきたり対数関数出てきたりするはずがないじゃないですか。おおよそ一次式かける3の形状っていう形してるんだろうな、そうやって予測を立てるんです。 FK をこれと同じ形と想像して一次式かける3の形引く1乗とでも置いてみます。自分で番号1個ずれの形になるようにAB 決めてやるわけよ。最終的には3の形引く1乗と係数比較をしたいと思ってるんで、指数法則を使ってここを 3×3 の形引く1乗って形にしたいと思います。じゃあこの2つ3の形引く1乗でくくってみるね。するとこの形になりましたよ。ここが K になってくれさえすればガッツポーズじゃん、ね、じゃあ K になるように係数比較してあげると 2A イコール1と 2B たす 3A が0となるから AB の値はこんな値になりました。だからこれをここに戻してあげればさっきの番号1個ずれのシグマが使えるようになってるわけだよ。じゃあシグマ計算してみようね。ということで答えは、こんな感じになります。共通テストの前のね、センター試験の時代にこれが誘導付きでこの考え方で出たこともあります。1回ぐらい経験したことがないとちょっと私今何させられてんだろうって感じになっちゃいますけどもね、このずらして引くっていう考え方がシグマの極意ですから理解してほしいです。シグマの公式がこの考え方で示せたっていうことは、すべてのシグマはこれで表せると言っても過言じゃないわけです。等差かける等比の今のシグマのものでも差分の考え方でできました。だから問題で出てくるときは、まあそのシグマは差分で解けるんだろうと思っていいです。じゃあ皆さん練習してシグマの苦手を得意に書いてもらったらいいんじゃないかなと思います。じゃあまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。